皆様こんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。昨日はですね、11月11日ゾロ目の日、非常にねエネルギーの強い日でした。富士山からね、生中継でお届けしましたけども、本当にですね空のエネルギーが変わったなというふうにね強く感じました。でその後彩雲を撮影することができまして、それも映像でお届けいたしました。で実はですね、昨日はレムリアの元旦とも言われていまして、やはりですね空のエネルギーが、かなり変わったなと、いい方向に変わったなというふうにですね強く感じました。ですので今日11月12日の朝のですね日の出っていうのはさらにエネルギーが強いと感じましたので、撮影しまして、またこちらも急遽、皆様にシェアすることにいたしました。実際に撮影してみてですね、やはり太陽がですねこう優しさを増したようなですね、柔らかいベールに包まれているようなイメージもありましたし、さらにですねその後は力強さ、光自体もですね力強さを増しているなぁとも感じられました。普段なかなかこうね太陽日の出のシーンをですね見ること、皆さんもなかなかないと思うんですね。ですのでこのね日の出の映像で、浄化されますし、さらにエネルギーもいただくことができると思います。レムリア時代の新しい夜明け、新しいエネルギー、どうぞ映像からお受け取りください。
ジャパンビューティーでは美しい空や神社の映像でご覧の皆様の魂を少しでも癒したい、映像で人の魂を癒すことができる、そう感じています。そしてその皆様の整った波動はですね、地球にふわっと出ることによって地球に良い影響を及ぼすと、そういうふうに信じて活動しています。ですのでさらにたくさんの皆様の魂を癒すべく10万人のチャンネル登録者を目標に、今頑張っております。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様のいつも優しく温かいコメント本当にありがとうございます。やりがいとパワーになっております。これからもどうぞどうぞよろしくお願いいたします。